はい、皆さんこんにちは、カゼントです。こんにちは、トクです。パープルアプリでね、いろんな話をしていきたいと思います。先ほどとまた昨日かな、ゲームウォレットの動画を出しましたけども、皆さんね、登録の方何卒は、よろしくお願いしますっていうのと、ありがとうございます。どのぐらいね、登録してくださったかっていうのはわからないですけど、コメント欄をね、拝見するとやっぱりより多くの方が我々にね、ちょっと協力してくれたんだなっていうことで、非常にありがたく、そして嬉しく思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。で、おそらくこのペースでいけば動画内でもお伝えしていた福岡のパワちゃんの前日かその日になるか、ちょっと今そこは調整中ですけども、オフ会、そしてまたね、なんていうの、交流会の方は行えそうでございます。具体的にどういうことをやっていくかっていうと、10月の何日だっけ、14、15だっけ、はい。で、前日の方ですか、土曜日の方に、皆さんと、昼過ぎぐらいからかな、会議室みたいなちょっと大きめのところをですね、手配して、でそこでみんな集まって、サクセス大会とかね、前夜祭じゃないですけど、そういうところで、ね、なんかいろんな盛り上がれるイベント、もちろん景品付きで、はい、そこも協賛していただいてやりたいなと思っております。それで、翌日の本大会に臨むという感じでございます。はい、いかがですか。いいですね、いや本当に皆さんありがとうございました、おかげさまでできそうです。で、どういう大会内容とかね、何を対戦したりとか、どういう風にっていうのはこれから詰めていくんですけども、皆さんの声っていうのをね、しっかりと反映させていただきたいなと思っていて、希望があればぜひともですね、コメント欄とかにお寄せいただけると楽しいかなって思ってます。で、その要は参加できないっていう方もたくさんコメントあったじゃないですか、で参加できない人結構多いと思うんですけど、そこも今回ね、協賛していただく中で生放送とかもね、ぜひともやろうっていう話も出てますんで、ちょっといろいろと面白い展開ができるんじゃないかななんて思っております。で、なんでこうやってね、動画を出しているかっていうと、この登録がやっぱり増えたりすることで、今回福岡の、イベントに協賛いただくんですけども、その後、翌月ですか、東京大会もありますし、そこでもね、いろんなイベントをやろうっていう話も出てますんで、なんかおいおいそういうところまで含めてできるのかなーなんて思っております。なのでそこも含めてですね、皆さんの一つの登録が大きな希望と、いろんなものにつながっていくんじゃないかなって感じでございます。なのでですね、iOS ね、デバイスユーザーに限ってしまうかと思うんですけども、なんかカズエンドってやつがいるからみんなちょっと応援してよとかね、なんか友達とかを紹介していただけると本当にありがたいですし、本当に嬉しいです。で、再三言ってるんですけど、この動画の概要欄もしくはコメント欄にあるリンクをクリックしないと私の、一票にならないので、そこだけ皆さん本当にお願いします。お願いします。何度も何度もお伝えしてるんですけど、これはね、皆さんに還元したいっていう気持ちもありますし、一緒に盛り上げたいっていう気持ちからなんですよ。なのでですね、僕らは、ノーキャラでございます。リアル。本当だよね。そんな感じでね、僕らの話はいいんです。皆さんと一緒に盛り上がれる、ようにやっていきたいんで、ぜひともお願いいたしますっていうことがまず1点目。はい、ちょっとまだこの動画のタイトルとかも決めてないんだけど、2点目もね、結構大事で、日々ね、今後ろで編集してくれてる彼であったり、私、そしてトーク、あともう一人ね、加藤健さんだったり、別のチャンネルとかもいろいろやっている中で、今はね、深刻な時代に実は陥ってるんですよ。どういうことかっていうと、リソース不足。リソースが足りません。我々の作業時間であったりとか、もっとね、パワープロをプレイする時間であったりとか、ということはですよ、どういうことですか、東部。その通りで、人が足りてない。そうなんです。人が足らないんですよ。なので、今すぐっていうわけじゃないんですよ。10月頭、もしくは11月、もしくは、人によっては、来年かな。
ちょっとわからないですけど、こっちもしっかりと、体制作りっていうのもありますし、どういうふうに進めていくかっていうこともあるんですけども、人を募集したいと思ってます。まあ、具体的にどういう人かっていうと、まあ、基本的に我々と一緒に、まあワイワイ盛り上げられる人、うん、で、まあ、パワプロやっててもやってなくてもそこはあんまり関係ないかなと思ってるんですけど、まあ、ここ動画見てくれてる方はね、まあ、しかもここまで見てくれてる方は絶対パワプロやってくれてる方だと思うので、我こそはカズエンドの助けになりたい、そしてですね、動画の編集とか覚えてみたい、あとはですね、まあ業務的には結構いろいろあるんですよ。写真撮ったり映像撮ったり、あとは、ライティングしたりとかですね、いろんな、まあ我々っていうか私がですね、やっている技術盗みたいとかね、できるようになりたいっていう方をちょっと募集したいなと思ってます。で、どんな方が来るかもわからないですし、どのぐらいの応募があるかもわからないので、まあそこに関しては我々もしっかりと見たいですし、で、まあそれに伴う報酬とかもですね、一緒に話しながら、うまい感じでやっていきたいななんて思ってます。なので履歴書とかそんなのいらないんですよ。今のあなたがどんな感じですか、そしてどうなりたいですかっていうことをですね、まあ、短文でもいいのでまとめて、メールとかでいただけると、うん、なんかちょっと私も目を通しやすいのかななんて思っています。で、どのぐらいの応募があるかも全然わからないんで、全てのメールは私は目を通す予定でございます。で、必ず目を通すので、もし私が、うん、この人と一度会ってみたいなっていう方がいましたら、なんだろう、商品の発想を持って、なんていうの、よくあるじゃん、プレゼントの。はい。当選結果といたしますみたいなね。なので、返信が来た方のみ、ちょっとなんか対応っていう感じにさせてください。で、できれば若い人がいいなと思ってます。うん。で、これから何かを学びたい。で、これからこういう風になりたいとかね、なんかそういう思いのある人がいたら、なんか一緒に、盛り上げてってくれるんじゃないかななんて思っています。トクいかがですか。はい、ぜひ募集しておりますのでよろしくお願いいたします。まあ多分ね、これいろいろあるんですよ。で、トクは結構ターニングポイントになるって俺は思ってるよ。うん、うん、なんか、はい、え？なんすか。俺はトクは結構ターニングポイントになってると思ってて、はい、結構トクが今まで得てきたものをしっかりとなんかその人に伝えてもらいたいとか、うんうん、結構トクは忙しくなると思うよ、それで。はい、そうですね、うん、で、そうだね、まあ難しいかな。まあでもそうなんですけど、うん、共に戦ってくれる人、結構やっぱりね、僕も YouTube 自体は結構長くやっていて、で、まあ、パワープロのチャンネルをやり始めてからまあ1年半ぐらいなんですけど、やっぱりそれなりにね、しっかりと集中して、そして戦略的にやっていかなきゃいけないっていう、この難しさも実はあってですね、うん、ただ動画上げてりゃいいやじゃないんですよね、うん、そこは私なりにずっと考えてきて、こういうやり方になってきているので、なんかそこら辺はですね、皆さんも楽しいだけじゃないと思います、うん、本当に厳しいことだったり、なんだよカズエンド、なんだよトクとかね、結構なるかもしれないですけど、そういうところではね、根気強い人も来てくれると嬉しいかなと思っております。なので、そういう意味でも学ぶ意思のある人、うん、今持ってる技術をふんだんに使って、カズエンドを羽ばたかせてやるぜっていうのもすごい嬉しいんですけども、どちらかというとそっちよりも、まあ、頑張りたいのでがむしゃらについていきますっていう人の方が嬉しいなと思ってます。はい、お前なんか締めたそうだな。そうか、いやもう、いや固めに今日は集中してるのね。こういう動画は固めにおふざけなしで言ってるのね、はい、なるほどなるほど、大事だなそういうのも。はい、ということで、まあ何点かね、大事な話はしたんですけども、まあ、カズエンドの今後としては、まあもう少し、パワープロアプリにしっかりと集中してですね、まあ、皆さんに面白いって思ってもらったり、少しね、まあ他の方ができないようなことをやっていきたいなって思ってます。それが僕らが生きていく道でもあるんで、うん、生きていける道でもあると思うんで、
うん、なんかそういうところから、いろんな人の絡みだったりね、あの野望とか希望とかね、願いっていうのはすごい大きいものがあるんですけど、そういうのを目指していける人が来てくれたら嬉しいなと思ってます。そしてこれね、助けてくださいって意味ですからね、うん、本当にやりたいこといっぱいある中、今日も今何時だ、もう8時半ぐらいになるんですけど、あの全然ね打ち合わせばっかで動画撮れてないんですよ、うんうん、なのでなんかそういうところから助けてくれる人をね本当に募集してます。あの応募先なんですけども、この概要欄の下の方に、コンタクトっていうところでカズエンド @gmail.com っていうところがあるんで、そこに、メールをお送りください。で、まあ、一応ね返信もそのアドレスから来るときにあの受信できるようにしてほしいのと、タイトルのところに、なんだろう、動画で上げた募集についてみたいな、そんな感じで一言書いてくれるとすごい嬉しいです。はい、多分高校生はダメなんですかとか、そういういろんな意見くんだよねでも高校生でもいいよね、うん、うん、そうっすね、うん、まあ共に助けてくれる人ですね、うん、あのこうやって動画に出てくれてもなんかいいと思いますし、僕はちょっと顔出し NG なんで裏方でお願いします、勉強したいですっていう人でもいいと思いますし、なんかいろんな可能性を見たいので、あの今皆さんができることとかね、なんかこういう風になりたいみたいな感じを、必ず書いてお送りください。お願いいたします。何卒よろしくお願いします。まあそんなところかな。はい、はい、なんか割と真面目な動画になったね。そうですね。いや普段はもういつも通りもうふざけてばっかですけど、うん、陶器として、そうね、今日俺結構落ち込んでるから。そうですね。プッチョ。プッチョ事件。プッチョ事件っていうのが今日あって、あのこの次に上がる動画で多分分かると思います。9月1日。プッチョ事件。プッチョ事件。刻まれましたね。これでもう明日の予定埋まっちゃったもんね。最悪です。皆さんプッチョには気をつけてください。でもうまいんだあのプッチョ。うまいですよ。はい。じゃあそんな感じでまた動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。いつもありがとうございます。ありがとうございます。